三菱はフェブの2021年度販売台数が11,663台となり国内販売において第1位を獲得したと発表しました。アウトランダーエクリプスクロス工場三菱はプラグインハイブリッド e v フェブの2021年度販売台数が11,663台と なり、国内販売において第一位を獲得したと発表したフェブ販売台数は2021年12月に発売した新型アウトランダーフェブモデルと先代アウトランダーフェブそしてエクリプスクロスフェブモデルを合算した台数またフェブの社名別販売台数においてもアウトランダーフェブモデルが6267台となり 1> 第1位、エクリプスクロス、フェブモデルが5396台となり、第2位となった。三菱は、2022年度初頭には、新型系 EV を導入、今週に、軽商用 EV の販売再開を予定している。